そうですね、かなり頑張らないとですね。高嶺の花狙いなのですから、ちゃんとやってくださいよ。頑張ってくださいよ、あたこたちのために。まにょってないでさっさと行きましょう。
頑張って耐え抜いてください。それが男ってもんです。発見したぞ。欺いただけでなく、女の子もこんなに。天蔵、あなた一体どうしたの？らしくないというか、こんなにモテるタイプではなかったと思うのだけど。昨日とどこが違うか私には全くわからないのだけど。女子たちが大量に倒れているぞ。お嬢様、ご無事ですか？このロッカーの中に隠れてなさい。慌てなくていいわ、大丈夫よ。ですが。私がいいと言っているの。誰かそこにいるのか？気配を感じたが、気のせいか。ここはなんだか落ち着かないから、移動するわ。はっ。後で、美術室にいらっしゃい。
昇天させて先を急ぎましょう。Bye.
ってください。私でどこが気になるの、うん、どこが気になるの、はい、そこはそこ無理です。興味が尽きないと危険な。そんなに、はい、そこもう死んじゃいそうです。ちゃんと来られたわね。はあ、どうしてそんなにドジなの？モデルになってちょうだい。そう、あなたよ。どうせ帰宅部で暇なのでしょう。だったらモデルくらいしても良いのではなくて？そういえば、あなたは帰宅部なのに美術室にちょくちょく出入りしてるわね。ここに友人がいるのなら、あなたも何か書いていたりするのかしら。ちゃんと継続しているのね。良いことよ。天蔵、何か思い出さない？だったらいいわ。じゃ、脱いで。脱いで。何度も同じことを言わせるのはあまり良いことではなくってよ。男なら堂々となさい。
さあ始めるわよ。どんなポーズをとってもらおうかしら。両手を腰に当てて足は肩幅に開く。まあそんなところね。あなた、何かかっこいいポーズをしなさい。違う、やり直し。寝そべって、肘をつきなさい。
モデルにしては上出来だわ。もういいわよ、楽にして。あら、時間のようね。いいんじゃないかしら。褒めてあげるわ。昔ね、そんな風に顔を真っ赤にしながらモデルをしてくれた男の子がいたの。私の家の庭に入ったボールを取りに来た男の子なんだけど、今のあなたと同じことを言っていたわ。絵が上手だねって言われたのが嬉しかったのをすごく覚えているわ。本当によく覚えているの。また貴様か。何を女の子みたいな悲鳴を上げているの。出て行け、邪魔だ。ほんの少し困った事態が起こっているだけよ。単に誘拐される可能性があるだけ。私の実家を従わせようとして汚い手段を使ってくる連中がいるのよ。分かっただろう。貴様は邪魔だ。出て行け。天蔵様。何が分かったというの。貴様、いい加減にしないか。天蔵、大丈夫ですか、お嬢様。ええ。少し相性が悪いようですね。頑張ってください。